チャチャタウン内で営業している観覧車や軽チャチャタウン。小倉は、福岡県北九州市小倉北スナツにある、西日本鉄道経営の複合商業施設。通称、チャチャタウン、チャチャ。西鉄北九州線、ス砂津車庫跡地に2000年11月オープン。映画館、観覧車、ゲームセンター、スーパー、100円ショップ、専門店街などがある。1階中央に、 イベント広場があり、ほぼ毎日音楽演奏やダンスなど様々なイベントが行われている。施設設計及び運営形態はサンストリート亀戸をモデルにしたと言われている。名称は北九州の方言の語尾、茶に由来し、茶々と重ねることによって楽しさを表現している。全高60メートル、直径50メートル、ゴンドラ数36台の観覧車が設置されており、 一つは、透明ゴンドラになっている。夜はイルミネーションが点灯し、山陽新幹線の車内からも見ることができる。道路を挟んだ向かいに西鉄バス、北九州本社、小倉自動車営業所、北九州高速自動車営業所とバスターミナル、砂津バスセンターがあり、市内バス、高速バスの拠点となっている。集客方法として、以下の施策が行われている。 全面道路向かいのバス車庫及び旧朝日、新聞西部本社跡の各一部に第二チャチャタウンの建設を計画しており、北九州市は当地にゆかりの松本イジら数多くの漫画家を輩出していることから、私立の漫画ミュージアムを開設する計画であった。しかし、2008年秋以降の不況により、テナント選定が進んでいないことや、バスセンターの安全性確保策など、 施設全体の設計も当初予定から遅れているため、西鉄は2009年4月、当初2010年としていた、開業予定が遅れるとの見通しを示した。2010年2月15日、漫画ミュージアムを、小倉北区、浅野のキュ法ラー原宿、小倉跡のビルに2012年4月をオープンさせることが、明らかになり、第二チャチャタウン内への開設の可能性はなくなった。ありがとうございます。